それでは今回は、Mac の iMovie で動画を編集する方法を撮っていきます。はい、これは、Mac のパソコンをお使いの方でしたら無料でできる方法なので、Mac の方は、こちらの動画をご覧ください。Windows の方は、別で動画をご用意していますので、そちらをご覧ください。はい、ではまずね、iMovie を、これですね、起動していただいて、まず新規作成。押してください。で、この予告編っていうのはあるんですけども、この予告編っていうのは、ちょっと上級者編なので、これは飛ばしてもらって構いません。これでね、簡単な概要としては、まあ、これでね、なんか当てはめるだけで、映画みたいなね、予告編が作れるということです。これは慣れてきてから、使ってください。で、なんかね、自分の、私的な、なんかその、旅行行った時とか、そういうのでちょっと一回使って、楽しんで、ちょっとやってみたりしてみて、で慣れてきたらね、自分のお店とかね、自分のビジネス用のやつも作ってみるといいと思います。はい。今回は、もっと簡単なね、オーソドックスの方法を教えていきます。はい。で、まずですね、この方にやっていくと、この、マイムービーというところがあるので、ここのメディアを読み込むというところから、撮ったね、動画の方を選択して、選択した項目を読み込むを押してください。そうするとですね、このように、選択した動画がここに表示されます。はい、で、要はね、これをこっちに、ドラッグアンドロップして持ってくると。で、ここで編集していくというような、流れです。で、わかりやすく言うと、まあ、ここが、まあ、料理とかで言うと、ここが、まあなんか冷蔵庫みたいな。で、ここが、なんかまな板みたいなね、キッチンみたいな。そういうイメージですね。なんで、ここに、まずは、入れて、ここに読み込んで、ここにね、もう一個、例えば、読み込んだらもう一個できて、もう一個できてって感じなんですけど、これを、まな板に乗せて、ここで切るみたいな。切ったり、編集したり、作ったりしていくっていう、そんなイメージですね。はい。で、今回は実際に、で今回は実際にね、このセミナー動画を、編集していきます。はい。まずなんですけども、簡単な説明ですね。このマイメディアっていうのがこの画面ですね。でこのオーディオっていう画面があるんですけども、このオーディオっていうのは、まあ、例えばね、こういう、音楽があったとしたら、これをですね、こうやって下に持ってくると、例えば、ここで再生。音楽がね、伸びるわけですね。まあ、こういう感じで全然ね、セミナーのやつですけど、これが乗るだけで全然印象が違いますよという話ですね。はい、で、これ次タイトル。このタイトルっていうのが、まあ、テキストなんですけど、まあ、要は、こういうのはね、これもドラッグアンドロップ、全部基本的にね、ドラッグアンドロップできるんですけども、例えばこれ。まあ、大島とやったとしたら、ここにね、ありますけども、これ再生を押す。経費が1万ですね。はい、ちょっとね、わかりづらかったんで、ちょっと長くしていますね。経費が1万ですね。はい、まあ、こんな感じでね。あとは、テキストが上に表示されたりします。これでゆっくり消えていく。要はそういうタイトルですよっていうことですね。ね、で消すときはこれ普通に、文字消すときのね、デリートで、そのまま普通に消えますと。選択してデリートで基本的には消えるということです。で先ほどからね、これいじってるこれなんですけども、これが実際に、まあ、遠目から見るか、近くから見るかっていう話で、これ一番右にすると、まあ、一番ね、コマが、こうやって、見てわかる通り、すごく分割して見えるんですね。で、これを一番左にすると、
ちっちゃく見えるんでカクカクしますよね。これは、なぜかっていうと、まあ、要はその、虫眼鏡みたいな感じで、まあ、こう近くで見るか遠くで見るかって感じですね。近くで見れば見るほど、こうね、分割しやすい、こうでよく見やすいですし、でもこれだとね、こうやってこっち行くのがすごく大変なので、こうやってちっちゃくして、見るということになります。で、次ですね、この背景っていうのがありまして、これがですね、まあ、こういうような、もともとあるその画像だったりっていうものを、ここに挿入することができるんですね。なので、画像。例えば、これ、普通のホワイトっていうのを例えば選択して、この動画の一番 端に入れるとすると、再生するとね、このホワイトの部分が、まあ、動画としてね、画像なんですけど、動画として、表示されるという形になります。で、この、例えば地球みたいなやつをね、入れるとしたら、まあ、こういう形で、まあ、こうなります。はい。っていう形になりますね。で、先ほどから再生をしてるんですけども、この再生っていうのは、スペースで再生できますよね。スペースで再生する。スペースで止めるということもできます。で、このトランジションっていうのがあるんですけども、このトランジションっていうのは、動画と動画をつなぐときに、なんか柔らかくしたり、滑らかにするっていうことがあります。で、今これ、ここにね、書いてあるんですけども、ちょっと後で話しますね。まずここで例えば切るとしたら、ここでこうやって分割することができるんですけども、これただ分割してね、例えば、入れ替えたとしますね。こっちとこっちを。そしたら、このつなぎが、当然。うん。10人でやれば、3人は。まあ、当然ね、ここでつなぐと、まあ、こういうふうにカチッとなるんですね。まあ、こう、カチッと。ちょっとこう分かりづらいんで、こうちょっと切ったりします。こうすると、まあこういう感じにカクッと。これが分かりやすいかな。これでやると、カクッとこうなってしまうんですよね。例えばこれを、滑らかにしたいっていうのは、このクロス流動力とか、例えばここに入れると、ちょっとは今分かりづらかったかな。まあ、こういう感じでね、滑らかになるということですね。で、これはいろんなパターンがあって、まあ、一回白くなったり、一回黒くなったり、ね、というのが選べると。これが一回黒くなって、っていうね。という形です。で、はじめは、この辺は、まあ、そんなに使わなくてもいいんで、逆に無駄に滑らかにしたりするより、カクカクしてた方が、逆にまあ、良かったりしますね。うん、なので、でまあ、一回ね、これ全部、一通り、使い方を教えたんですけども、まあ、一回一番最初に戻りましょう、ということですね。例えば、ここからね、しっかりと使い方を教えていきますけども、こういうふうにね、一番最初からこういうふうに取っていくと、例えば、いらない部分ってありますよね。この一番最初のこの部分って絶対いらないと思うんですよ。なので、これを、いう部分で取っていきます。例えば、ここからじゃあまた再生します。はい、ありがとうございます。はい、これ、はいっていうところから切りますね。ありがとうございます。この、はい、はい、っていうところから、切りたいので、この辺で、この辺で、このカーソルを合わせますね。で、ここにカーソルを合わせたら、コマンド B ですね。Mac のコマンド B を押すと、ブレードっていう意味なんですけど、ここにね、ブレードっていうのがありますけども。クリップを分割ですね。クリップを分割。クリップを分割っていうのを、まあ今ショートカットキーだったんですけどね、クリップを分割、コマンド B で、こうやって分割できます。
で、このいらない部分をこうやって選択することができるので、この選択した部分を、デリートですね。文字を消すみたいな感じで、本当ワンボタンで消えますと。で、再生してますね。スペースで再生してみます。はい、ありがとうございます。はい、もうちょっとね、聞きたいですね。で、これすごく細かくて見えづらいので、こういう時にどうするかっていうと、こういう時にこういう、これをね、拡大するのを使います。はい、そうするとね、コマが、細かくなりますね。これ、再生すると分かりやすくなります。はい、ありがとうございます。で、この下の、この波が、音声の波です。音のボリューム感ですね。例えば今のこれ、はいっていうのが、この山なので、山の手前でね、この線をここにして、さっきの、フリップを分割ですね。コマンド B。で、ここで切るわけです。で、ここをまた選択して、デリート。で、これちょっと待ってね。大きく見ますけども、これでじゃあちょっと再生します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい感じですね。はい、ということでですね、今回は、まあ、こういう感じだと。ということですね。例えば途中にですね、いらない、ところとかがあったら、そこを切っていこうかなと思います。例えばこのね、座ってるところとかね、いらないですね。このまま終わっちゃうのかな。マジしたね。で、申し込みをしっかりと。ですね。例えば、じゃあ、真ん中を切りましょう。今これなんか無言のところでだと思う。で、こう切るとしたら、ここがもう切れてるので、次ここを切ってみましょう。ここをコマンド B で分割して、ここをデリートで切れます。まあ、こういう形でね、つないでいってくださいということです。はい。で、大体ね、これ、まあ、切ってつなげるっていう作業だけなので、まあ、簡単だと思います。で、一番最後にですね、まず、必ず一番最後に、お店の紹介だったり、自分のね、商品サービスの紹介っていうのを必ず入れてほしいんですね。で、それをどれでやるかっていうと、ここのタイトルの、タイトルのこの標準を一番最初のやつですね。一番最初のこの標準。このタイトルつけられてますけども、この一番ね、ここの標準ってやつでいいと思います。この標準のやつを必ず一番最後に、まあ、こういう風につけてください。で、ここに、自社のね、最後に紹介を入れてほしいと思います。で、これが大体ですね、ちょっと拡大します。今これね、3分になって、コンペクト。長すぎます。
まあ、大体7秒ぐらいやればいいかなって感じですかね。まあ長ければね、全然いいんですけど、まあその最後表示されてて、まあしつこくないぐらいかなって感じですね。まあ、大体10秒にしましょうか。10秒。これを、ここにね、合わせて、ここをダブルクリックすると、こういうふうにあのテキストが編集できるようになってるんですね。でここで、最後にアピールしていただきますと。いうふうですね。例えばここで、東京セミナシャーある9例えば入れて、なるほど、まあこういう感じでね、出るわけです。そうすると、まあこれがね、動画終わったら、まあこういうふうに、ちゃんと宣伝されるということです。で、じゃあ実際にいざ、これがね、アップロードさ、まあ動画完成しましたと。そしたら、じゃあ、どこでね、書き出すのかっていうところですが、この右上の、このやつですね。でこれで、YouTube に直接アップロードすると、動画がね、すごく画質が悪くなってしまいますので、一度このファイルっていうやつを押してもらって、こういう風になるんですね。で、ここに、まあ、タイトルですね。まあ、わかりやすいように、例えば、まあこれはね、実際に表示されるものではないんで、ファイル名ですね。ファイル名なので、これを適当にタイトルを作っておきましょう。説明もですね、これ、実際最終的に、SEO に結構関係してくるので、ここで例えば、まあ、S サロンさんとかだったら、渋谷にしとこうか。渋谷エステサロン、なんだか名前とかね。で、これをちゃんと入れて、説明のところにも、こうやって必ず入れてください。これね、なんだかんだ SEO に関係してくるんで、タグもですね。タグもしっかりと入れてください。タグは、ここにコロン、間に入れてください。タグになります。で、他はいじらなくて大丈夫です。で、これで次へを押しましょう。で、書き出したいところに、まあ僕はデスクトップに書き出しました。そうするとね、ここにどれぐらいの時間で書き出されるか、みたいな、今どうなってるかっていうのが出てくるんで、これを押すと、まあこういうふうになります。で、そうすると最終的に、ここですね、今これが、出来上がろうとしているという感じです。そんなところですね。今回はですね、動画を、簡単にね、動画を簡単に、つないでね、一番最後にエンディングムービーですね、詳細は動画説明欄からっていう、テキストを入れて、で、書き出すというところまで、お話しいたしました。それではですね、今回のこの動画をご覧いただきありがとうございました。